フロントチェンジがちょっと力が乗ってない、そういったケースをですね、どういう風にしていけばいいかというと、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、育成カテゴリー、中学生とか、小学生とか、特に多いのが女子のプレイヤーでありがちな、フロントチェンジの時の、ちょっとこう腰の入ってないドリブルっていうんですかね、微妙にうまくつけていないパターンがあるので、それを、改善していくための考え方を、ご説明したいと思います。で、ドリブルってですね、こういう感じでつくじゃないですか。で、ここから縦につくドリブルを横にこう動かそうとすると、こういうつき方ですね。ちょっとこう腰が入ってないというか、ボールをうまく捉えきれてないような、弱いドリブルをつくっていう形に往々にしてなりがちだったりします。ちょっとその、そのパターンをちょっとあえて、彼女たちにやってもらいますので、ちょっとお願いします。こういう感じで、そうですね、微妙にこのフロントチェンジが、ちょっと力が乗ってないというかですね。はい、ありがとうございます。で、こういったケースをですね、どういうふうにしていけばいいかというと、まずドリブルってこう横に逃げていくものなので、手をしっかり横にボールの中心を捉えられるように構えます。そのためにはやっぱりこういうふうに脇が開いていると厳しいので、ちょっとこう絞る感じですかね。で、ボールを横に動かす。そうすると腰が入ったドリブルでしっかりフロントチェンジができるようになります。ちょっと今のポイントを意識してもう一度お願いします。はい、そうですね。で、徐々にちょっと強くつく、失敗してもいいので、はい、はい、 OK です、 OK です。で、今のが手さばきのところのちょっとした意識するポイントです。で、スタンス自体もですね、ちょっと横になってお見せするんですけど、これちょっと腰が立ってる状態だとやっぱり腰が入ってないドリブルになっちゃいますので、膝を曲げるというかですね、ちょっと骨盤を畳むような、そういうイメージでグッとこう力をつく、いいスタンスを作ります。で、しっかり横にドリブルを動かしていく。このように横に動かしていくです。はい、ではちょっと今のポイントをもう一度意識して、ちょっともう一度フロントチェンジお願いします。しっかり姿勢作って、はい、ゴー。で、手は横、ボールを横で受け止められるように、はい、そう、ボールをしっかり横で受け止められるようにですね。で、慣れてきたらもう徐々にドリブル強くです。あ、いいですよ、さっきよりいい姿勢になってます。はい、 OK です、 OK です。一日一日しっかり意識をしてやっていくことで、強い姿勢、そして強いフロントチェンジっていうのが身についていきますので、ぜひですね、このポイントを意識されてみてください。それでですね、今回は育成カテゴリーの女子プレイヤーにフロントチェンジの考え方を、お伝えさせていただいたんですけれども、この動画のですね、説明欄にこれとはまた別の実践的な駆け引きのワンオンワンのドリブルムーブですね、これを4つほどご紹介させていただいております。で、登録フォームがございますので、そちらからご登録いただけますと、4つのドリブルムーブをプレゼントさせていただきます。ぜひですね、ご登録いただいて、あなたの大切なゲームでご活用いただけたらと思います。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。